こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone ユーザー必見、 YouTube のサムネイルが簡単に設定できるようになりましたので、やり方をご紹介いたします。通常スマホから YouTube に動画をアップロードするときには、まずは YouTube アプリを起動して、そしてプラスボタンから動画をアップロード、こちらで動画をアップロードして、そして一旦アップロードを済ませてから、改めて YT スタジオアプリを開いて、そしてこの鉛筆マークからサムネイルの設定を開いて、こちらで改めてサムネイルを設定する必要がありました。しかしこの度 iPhone では YT スタジオアプリを改めて開かなくても、 YouTube アプリから動画をアップロードした時に同時にサムネイルの設定もできるようになりましたので、そのやり方を解説してまいります。では通常通り YouTube アプリを起動して動画のアップロードから行ってまいりましょう。なお今回は動画編集アプリ InShot ですでに動画の編集は済ませております。またキャンバを使ってサムネイルも作成済みです。では動画のアップロードをしてまいりましょう。画面下のプラスボタンをタップして、そして動画をアップロード、こちらをタップします。ではこちらですね、この1分23秒の、今回はショート動画ではなくて通常の長尺動画で出したいと思いますので、横型の1分以上の動画になっております。対象の動画ファイルを選択してタップします。そして再生が開始されますので、これでよろしければ次へをタップして、そして動画のタイトルや説明文、また公開範囲などを設定していきます。はい、タイトル、それから説明文にハッシュタグも入れております。説明文の記載もいたしました。そして公開範囲や、スマホからの投稿の場合場所の設定もできますので、場所も入れてあります。また再生リスト追加したい場合は、こちらから再生リストを追加してください。そしてここで次をタップするんですが、その前にこの画面のところですね、画像の部分よく見てください。左側にこのようなマークが表示されていることと思います。もしこのマークが表示されていなければ、 YouTube アプリを更新したりしてみてください。そうすると表示される可能性もあります。それでも表示されない場合は、少しお待ちになってからお試しください。こちらをタップします。そうするとこのように写真を選択する画面が出てまいりますので、キャンバでサムネイル作成してありますので、こちらをタップして、この写真をサムネイルとして設定していきたいと思います。よろしければ右上の選択、こちらをタップします。そうするとこのようにサムネイルが設定されました。よろしければ右上の次へ、こちらをタップします。そうするとここはもういつも通りですね、子供向け動画かどうかの確認画面出てまいりますので、子供向け動画かどうかチェックを入れて、年齢制限があれば年齢制限の設定を行って、よろしければ動画をアップロード、こちらをタップしてください。そうすると動画のアップロードが開始いたしますので、しばらくお待ちください。動画のアップロード完了いたしましたら、こちらの右下のライブラリをタップして開いてみましょう。そして自分の動画をタップして開いてみます。そうすると今アップロードした鎌倉紀行サスケ稲荷神社から長谷寺へというテスト用の動画ですね、こちらの動画サムネイルが設定したサムネイルで投稿が完了しております。このように2022年7月現在では iPhone から YouTube に動画をアップロードする場合、サムネイルもその場で簡単に設定することができるようになりました。サムネイルは動画を視聴してもらうためのとても重要なツールになります。ぜひ iPhone から動画をアップロードする際にはカスタムサムネイルを設定してください。なお最後になりますが、カスタムサムネイルを設定するにはアカウントの確認という作業が必要となります。アカウントの確認につきましては、以前解説をしております。動画の下の概要欄もしくは解説ページにリンクご用意しておきますので、アカウントの確認を済ませていない方はまずアカウントの確認を行ってください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。
皆様のチャンネル登録お待ちしております。